リーベリー王座を奪ってからかなりの月日が経った。もともと王座というものは奪い奪われるもの。なぜ誰も俺に戦いを挑まない。あいつを俺の前に連れてこい。今すぐにでも戦いたい気分だ。何度もお伝えしたように先王陛下は旅に出ております。何のことづけも残されなかったため、私どももいつお戻りになるか存じ上げておりません。あいつと遊ぶのが一番楽しいってのに。じゃあ似たようなクッキーを連れてこい。あいつのように喧嘩の強いクッキーだ。もし連れてこれなかったら前のようにこの王国を火の海にしてやるからな。わかりました。私が何とかしてみますので、どうか怒りをお静めください。困りましたね。盾の光が徐々に輝きを失っていっています。世界のあちこちから欠片を集めるのもそろそろ限界のようですし。確かにどんどん輝きが薄れていく。盾の力が私にも反応すればよかったのだが。今までは私たち二人の力でなんとか王国を維持してきましたが、このままでは危ないかもしれません。竜が現れた上に盾の力を操るクッキーもいない今、ホーリーベリー王国の未来は。しかし王妃、私は最近強い光のオーラを感じているのだ。その上その光はどんどんと近づいている。近々いい知らせがあるかもしれない。それでも不安を消し去れないならこの方を貸そう。あなた、私たちには盾を使う純粋な情熱の持ち主が必要です。手遅れになる前に見つけ出さなくてはなりません。引き下がれません。濃度がカラカラなんだよ。壊して。お逃げなさい。濃度がカラカラなんだよ。引き下がれません。お逃げなさい。濃度がカラカラなんだよ。壊して。海の力を。引き下がれません。お逃げなさい。濃度がカラカラなんだよ。壊して。海の力を。お逃げなさい。引き下がれません。ソーダ諸島で過ごしたバカンスは本当に最高だったわね。みんなは元気にしてるかしら。このベリーを見て。私の知ってるベリーよ。プリンセサージクッキー、どうやらここはオーリーベリー王国付近のようです。そろそろ帰りましょう。王国を後にしてからもう随分と経ちました。でもまだ行ってない場所がいっぱいよ。あそこを見て。あんなジャングルモンスター初めて見るわ。プリンセスアジクッキー、危険です。私が相手になりましょう。勇者アジクッキーが連れて行かれちゃった。待ってよ。
ユーサージクッキー。このくらいならお役に立てたでしょ。引き下がれません。濃度がカラカラなんだよ。壊して。海の力を。引き下がれません。濃度がカラカラなんだよ。お逃げなさい。壊して。海の力を。濃度がカラカラなんだよ。引き下がれません。お逃げなさい。壊して。海の力を。濃度がカラカラなんだよ。練習してから出直しなよ。引き下がれません。濃度がカラカラなんだよ。壊して。お逃げなさい。濃度がカラカラなんだよ。引き下がれません。お逃げなさい。濃度がカラカラなんだよ。壊して。海の力を。引き下がれません。お逃げなさい。濃度がカラカラなんだよ。壊して。海の力を。このくらいならお役に立てたでしょ。引き下がれません。濃度がカラカラなんだよ。壊して。お逃げなさい。海の力を。引き下がれません。濃度がカラカラなんだよ。お逃げなさい。壊して。海の力を。濃度がカラカラなんだよ。お逃げなさい。壊して。海の力を。濃度がカラカラなんだよ。僕の勝利に乾杯。
逃げなさい。引き下がれません。喉がカラカラなんだよ。逃げなさい。喉がカラカラなんだよ。引き下がれません。お逃げなさい。喉がカラカラなんだよ。壊して。海の力を。引き下がれません。お逃げなさい。喉がカラカラなんだよ。壊して。海の力を。引き下がれません。このくらいならお役に立てたでしょ。チャージクッキーったらどこまで連れて行かれちゃったの？あれ？こんにちは。カルナ、行っちゃった。あの瞳、どっかで見たことがあるような。やあ！竜の尻尾も切り落とした。この剣の力を見せてやろう。チャージクッキー、ここで頑張って戦っていたのね。私も参戦するわ。全部壊して。海の力を。お逃げなさい。引き下がれません。喉がカラカラなんだよ。お逃げなさい。喉がカラカラなんだよ。引き下がれません。お逃げなさい。喉がカラカラなんだよ。壊して。海の力を。引き下がれません。お逃げなさい。喉がカラカラなんだよ。壊して。海の力を。助けて、ユーシャージクッキー。今お助けします。はぁ、おいチビども、こんな危険なジャングルで何やってんだ。怪我でもしたらどうする。早く私の後ろに隠れな。一発で片付けてやったぜ。あなたは？ただの通りすがりのハンターさ。ほとんど私とユーシャージクッキーでやっつけたっていうのに横入りしないでよ。怪我はないか？かなり凶暴なやつだったが。なんだって？面白いやつらだ。心配してくれてありがとうよ。あんたたち二人でモンスターを相手にしててね、なかなかやるじゃないか。これからも互いを大事にしな。共に戦う仲間がいるってのは本当に幸せなことだからね。そしてここからは一刻も早く立ち去った方がいい。また竜が現れるかもしれない。竜だって？ここいらには昔から竜が現れるんだ。かぐわしいベリーの香りに誘われてね。つい最近も竜がホーリーベリー王国に現れたという噂を聞いた。それは大事じゃない。そろそろ王国に帰る時が来たよね。お父様もお母様も私を心配しているに違いないわ。その通りです、プリンセスアジクッキー。
久しぶりですし、きっとお喜びになられます。喜びのあまり泣いてしまわれるかもしれません。そうね、さあ早く王国に向かいましょう。練習してから出直しなよ。ガキンチョどもに先を越されたな。ま、ん？あの赤い光は、まさか。久しぶりだな。この笑い声、あたしだよ、あたし。なんだか嬉しそうだな。いいことでもあったのかい？ああ、実は白い鳥から手紙が届いたんだ。古い友人の字だった。この世界が再び危険にさらされているなら、再び共に戦おうという内容だったよ。ずっと会いたかった友人からの手紙を読んでじっとしていられず、すぐに狩りをやめ王国に向かっているとこだったんだ。懐かしい友との感動の再会ってことか。よかったじゃないか。でもあんたが王国を離れている間に忘れてしまったことはそれだけかい？何が言いたいんだ？あたしから伝えるのは何の意味も持たない。大事なことは自分自身で見つけるんだね。なんだよ、あんただってあたしのくせに。ま、王国に戻ればわかるか。引き下がれません。喉がカラカラなんだよ。鬼げなさい。喉がカラカラなんだよ。引き下がれません。鬼げなさい。喉がカラカラなんだよ。壊して、海の力を。引き下がれません。お逃げなさい。喉がカラカラなんだよ。壊して、海の力を。壊して、お逃げなさい。引き下がれません。喉がカラカラなんだよ。いらっしゃい、グランドベリー港へようこそ。こんにちは、船に乗せてもらえるかしら？もちろん、お二人ですかい？じゃあ、ホーリーベリー王国行きの船にお乗りください。運命を切り開いたのですね。作る過程です。ソーダ界にベリーをつけると炭酸がよーく染み込みますからね。ベリーが波に浮き上がる時が食べ頃なんです。最近のベリー農場の状況はどう？竜が現れたって噂は本当なの？そうなんですよ、大きな翼で建物を壊し、火を吹いては畑をすべて燃やし、えらいことになっていましたよ。なんと、
でもホーリーベリー王国のクッキーたちは心を強く持ち王国再建に努めました。以前よりたくさんのゼリーを植え、祭りごとだってまた開催することになったんです。さすがホーリー。心配しないでください。竜のことなんて忘れて幸福に酔いしれ、毎日が祭り騒ぎのクッキーばかりですから。さあ到着しました、風流とロマンあふれる都市、甘い甘いホーリーベリー王国へようこそ。引き下がれません。喉がカラカラなんだよ。全部壊しちゃえ。海の力を。引き下がれません。喉がカラカラなんだよ。お逃げなさい。全部壊しちゃえ。海の力を。引き下がれません。喉がカラカラなんだよ。お逃げなさい。全部壊しちゃえ。海の力を。引き下がれません。喉がカラカラなんだよ。怪我したクッキーはこっちに集まって。引き下がれません。喉がカラカラなんだよ。全部壊しちゃえ。お逃げなさい。海の力を。引き下がれません。喉がカラカラなんだよ。お逃げなさい。全部壊しちゃえ。海の力を。喉がカラカラなんだよ。引き下がれません。お逃げなさい。全部壊しちゃえ。海の力を。喉がカラカラなんだよ。僕の勝利に乾杯。引き下がれません。喉がカラカラなんだよ。全部壊しちゃえ。お逃げなさい。海の力を。引き下がれません。喉がカラカラなんだよ。お逃げなさい。全部壊しちゃえ。海の力を。喉がカラカラなんだよ。引き下がれません。お逃げなさい。全部壊しちゃえ。海の力を。やり遂げました。Thank you.